画面の前の皆さん、こんにちは、こてつさんです。ということで、今回はね、STG 使ってドミネーションやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、なんで STG 使ってるかというと、どうやらね、近々アップデートが確実に来るらしいです。で、まあ、そのアップデートで、ドミネーションがね、そう、1キル100ポイントになったりとか、まあ、いろいろ、変わるらしいんですけども、その中のね、一つとしてですね、武器が4つほどアップデートが来るらしいんですよね。で、その4種類、あー、バスー、ナイスカバー。いや、いいカバーだった今の。で、その4種類っていうのが、STG、そして FG、そして、M1 ガーランドと KR らしいですね。なんで、まあ、その辺が、気をつけや、その辺が、まあ、アップデートで変わるということで、なんで旗取んないんだ、みんなこんなに。前押しするのは結構だが、旗をそろそろ取った方がいいのではないかと、私は思ったりするんだが、ありがとうございます。いただきました。よいしょ、リロードしてと。こちら側行ってみようか。怖っ。おわ、オッケー。で、まあ STG の強化としては確かにね、俺もね STG は強化してもいいかなって思う。うん、っていうのも、まあ海外の、あ、ごめん、味方だったわ。まあ海外のその運営側のサイドとしても、いや、やっぱりね M1 ガーランドがまあ強すぎるらしいんだよ。そもそもそのやっぱりニアツキルじゃん、即死じゃない、パンパンで、そのマックスのスピードでやれば。なんで、とりあえず M1 ガーランドはまあ弱体化と、そのちょっと強すぎるから近距離がね、よいしょー、逃げまーす。よっこいしょ。で、そうなってくると AR のチョイスっていうのが、まあ大体もう BAR、おわ、M1 が、あ、こっち来るのか。頭切れてたのね。じゃあ、俺が行くわ。となると、じゃあ、大体 M1 ガーランドか、いや、後ろにもいたわ !M1 ガーランドか、BAR か。っていう、まあ2択みたいなノリになるらしいんだよね、運営の考え的には。なんで、まあ STG を強化して、いるか、ここ。そっちか。危な。なんで STG を強化して、まあその三つどもえじゃないけど、まあ多少やっぱりその AR の争いに加えさせてあげましょうという感じらしいですね、考え方的には。あ、今いたよな。まだおるんかい。それ、味方裏取れる？やってくれるかな？任せよ。あれはもう任せちゃいまーす。こっち側行きまーす。味方が中見てるんで、俺こっち見まーす。来るかな、こっちは。通信室。一人や二人ぐらい来てもいいと思うんだけど、なんか、あれ抜けてたー、抜けてたー。まあ、しゃあないね。アップデートの内容を話したかったし、ちょっとまあ、撮り直すのも面倒。面倒なんで、このままの動画でいっちゃいますわ。よいしょ。ならば、もう自死はなし。さっさと試合を終わらせることに集中いたしましょう。でもまあ、ちょっと思うのはさ、こう、なんだろう。KR 弱体化するんだったらさ、別にショットガン強くしなくてよかったんじゃないっていうのはちょっとあるよね。なんか俺のあれかな、俺だけかな。いやー、やりきれないんだよね今のもね。ナイスカバー。よいしょ。 BL だったら今のもまあ頭ダダダンで終わるんですけど、 STG はやっぱりああいうところでどうしてもね他の AR に負けちゃうので、精度は高いんですけど、まあ確かに運営が強化したいですって、強化したいですって言いたくなる気持ちもまあわかるかな。回ってるな。この辺が来るかな。うーわー、何そのグレネード。これも入るわ、もう。とりあえずどさくさに紛れて真下に行く。何このグレネード、怖すぎ。自分逃げていいですか。相手相当、いや下に来るんかい。めちゃくちゃですね。まあめちゃくちゃな試合なんですけど、だいぶ。よいしょ、よいしょ。まあでもあれですね。こう、まあこれだけいろいろパッチが入ってるわけじゃないですか。で、なんだろう。ワールドウォーツ安定しねえな、みたいな。なんか運営血迷いすぎだろ、みたいなことを言ってる方もいらっしゃるんですけど。まあ、早かったな、予想より。運営血迷いすぎだろ、みたいなことを言ってる方もいらっしゃるんですけど、まあ、そりゃそうだろっていうのが個人的な意見ですね。だって、なんだろうな。現段階、発売から2年経って、もうありとあらゆるパッチを繰り返して行ってる。もうパッチは何回も行ってるわ、新武器は何個も出てるわっていう BO3 と、まあ今発売してまだ3ヶ月2ヶ月のワールドウォー2を完成度で比べてしまうこと自体、個人的にはもうなんかおかしな話でしょうっていうのが正直なところで。まあ例えば BO3 だったら当然ね、マーシャルだよね。俺あのマーシャルっていうと、もうあのサッカーの方のマーシャルしか出てこないからさ、なんか合ってるかどうか
合ってるかどうかすげえ不安になるんだけど、マーシャルで合ってるよね。あのハンドガンのさ、デュアル持ちにするとさ、え、ショットガンですかこれはみたいな、あのノリになるやつだ。あれもさ、まあ、最初クッソ騒がれてたじゃん。いや、あれはヤバすぎるみたいな、運営何考えてんのみたいな言われてたじゃない。で、まあそれとそんなに変わんないんだろうなっていうか、正直な話。うん、だからまあね、 BO3 だって、まあまあ、コールオブデューティーをね、やってる方って、あの、1年で記憶が、まあ、あの、なくなるっていうのは有名な話なんで。なんで、まあ、みんな忘れるのも、まあ、無理はないんだけど、でも、まあ、冷静に考えてみて、めっちゃ打ち合うやん。冷静に考えてみて、まあ、最初そんなもんだよっていうことかな、俺が言いたいのは。ちょ、ディス、荒らしすぎや。危なすぎ。下におるな。OK。さてさて。だいぶもうこんな話をしてる合間にもう終わるかな、試合終わりそうだね。あれ、ここにいない。 OK、 回引きまーす。あー、マジか、手前にやられちった。まあそんな感じっすよ。ワールドボーツもね、だからそろそろ安定してくるんじゃないかなと個人的には期待しております。まあ新武器もとりあえず1周目出したし、まあまた新マップが来るわけで、まあそこでまたもしかしたらね、新武器新しいのが来るかもしれないし、で、まあ STG 強化と、M1 が弱体化と、KR が弱体化と、っていう感じで、まあ一通り、全武器、全種類の、まあ武器をいじり倒してるわけなんで、そろそろ、まあこれで落ち着いてくれると個人的にはありがたいかなと思いますね。よいしょ。まあもちろんまだまだ、あぶね。まあもちろんまだまだね、こう、なんだろうな、僕らの、その、プレイヤーサイドの声に合わせて、変えていくことはね、おそらくたくさんあると思うんですけど、よいしょ、そろそろ安定してくるかなと思いますよ。だからみんな、まあ慌てなさんなの精神でさ、あらあら、ごめん、俺武器切り返すわ。まあ慌てなさんなの精神で皆さん、運営のことを見守ってあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。個人的には何より新マップが楽しみですね。うん、もうちょい広いマップ欲しいかな。結構さ、モダンワフェア2の頃さ、なんだろう、マップ広すぎって言われてたんだけど、個人的にはやっぱ地上戦ってそこそこマップ広くていいんじゃねえかって思うんだよね。わかんないけど、特にサーチはね、マップ広い方が個人的には楽しいと思うんだけど、まあその辺もぜひコメントしてくださるとありがたいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ皆さんアップデートでいろいろ期待することはあると思いますけど、とりあえずはね、まあどんな感じになるか、見守ってみましょう。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。こてつなでした。おー、つぱの初期モで頑張って味方の迷惑にならないようにしているプレイヤーに対して、もっと違うリアクションができると思うんだ。